い、何かと言いますと、なんとじゃじゃじゃん、ディズニーから郵便が届きました。はい、こちらですね、私のお母さんに届いたものなんですけど、何かというと、12月13日にワンマンズドリーム2が終演してしまいましてしまいました。で、それのちょっと携帯で失礼します。それの、公演終了に伴ったキャンペーンが行われていたんです。で、それが第1弾、第2弾、第3弾であって、で、簡単に説明をすると、公式アプリを使って1日で3つのミッションをクリアしてスタンプを貯めようっていうものなんだけど、3つのミッション、まず1がキャンペーンに参加するっていうボタンを押すのが1で、2が1回のお会計でフォーエバーワンマンズドリーム2の関連商品を含む税込み3000円以上を買うこと。だから最悪ポストカード1枚とかでもいいらしい、含まってればっていうものが2で、3番、フォトロケーションでカメラマンに、撮影をしてもらう。で、撮影が終わったらスタンプがもらえるっていうものだそうです。はい、商品が、1、まずアートショー、これは1名に当たる。で、次フォトショー、これが限定写真がもらえる、これは1000名で、プレビューチケットショー、3番目がプレビューチケットショー、これが2020年の春に東京ディズニーランドにオープンする4つの新アトラクションなどのプレビューチケット、新しいあのパークだね、新しいパークじゃないか、エリアだ、新エリアのプレビューチケットが、もらえるよっていうのが、これが150組300名様みたいです。で、今回はこちらが今届いているので、これを皆さんと開封していきたいと思います。イエーイ。で、さらに、商品がこの3点あるんだけど、さらにこの1段2段3段っていう期間があった中で、3回とも応募してる人の中から、さらに最後のカーテンコール、カーテンコールじゃないの、シャイニングのところのゴールドカーテンがさーって降りてくるやつがもらえるっていうのが、5000名様に、金のカーテンをボックスに入れてプレゼントっていうのも応募したんだよね。まあ、ちょっと今のところは届いてないようです。はい、ではまあ予想的にはペラペラだから、写真かあれだよね、プレビューチケットかな。では開けていきたいと思います。イエーイ。まあ、これ緊張するな。うっ、怖い。いくよ。何入ってんだろう。絵柄が緊張する。あ、絵柄も違うの。違う。あ、そうなんだ、すごくない、この切り口。うん、そう、超絶うまいんだけど。はい、じゃあいきますよ、どうぞ。ドゥ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 。めっちゃすごい。うわ、嬉しい。いや、すごっ。ありがとう。確かにキャンペーンの紹介されてたフォトショーの写真と違うわ。うん、なんかもう一枚入ってる。おお、じゃあおめでとうございます。これ嬉しい。嬉しい。すごーい。イエーイ。以上、こちらが東京ディズニーリゾートキャンペーン事務局様から届いた開封動画でございました。イエーイ。記念中だからね。あ、そうだね。嬉しい。はい、ということで、もし、他のフォトショー当たった人とかで、こんなの当たりましたよとかあったら、ぜひぜひコメントで教えてください。私は単純に知りたいです。何ですかこれで。すごい渡してきた。はい、ということで、ワンマンズドリームの最後の写真、いいなと思ったらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。ということで、また次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。